星もありがとうございます。6月か、なんか5月5日とちょっと勘違いしたわなんで急にたくさん配信するようになったの。あー、もともとなんかこのショールームの前に違うライブ配信したんですよ。でそこからそう変わって、そうショールームにまあ移行したっていう感じで、その前も違うアプリで結構2年ぐらい配信してました。確かにショールームから見てくれてる方やったら急に配信してる感じになりますもんね。そう思ったら、ショールームから見てくれてる人もね多いですよね、きっと。でも前やってたアプリはそう去年で終わって、で5月からそう始めました。それまではちょっとなんかできない期間とかがあったんで、でも今なんかまたできるそうようになったからしようかなと思ってやりました。こんばんは。そう、配信できるときにしておこうと思ってた。やったら、まあ、最近はちょっとねインスタ頻度上がってるけど、その前はインスタとかなかなか更新率そんなないから、頻度なかったから、毎日インスタ更新するとかもないから、そうこういう配信とかやったらなんかなんでしょうの方がなんか、あ、なんていうのいる感があるじゃないですかそうっていう感じ。確かにビゴライブ懐かしい何年、2年前ぐらい、半年間ぐらいだけやってました。あとはちょっと違うライブ配信のやつやってたけど、3つ目これで乗り換わって、乗り換えで、やってます。あ、2期生
お披露目11周年おめでとうやって。あ、お披露目から、え、今日で、そうなんや、おめでとうもう残り2人やけど、現役の同期は、そっか、いつかやったんや、6月いつかやったんや、2期生おめでとうございますふふ11年前か。なんか11年の月日は早いような、まあそれなりに長いような、こんばんは、なんかあんまりお披露目の日の何か日にちってあんま覚えてなかったかも。なんか、あ、でも大体そっか、デビュー何周年ってなるのはお披露目の日か。6月5日やったんか。どこへ、東京ドームシティやったっけ ?TDS? ん ?TDC ホールか。やった気がする。東京で会いましたよね。もう23ですよ。12、23、もう24か。今年24。まあ、そりゃ24にもなるかそりゃなりますね。あ、草がなんか端っこから投げられてくるあ、学番地さんありがとうございます。こんばんは。まあまだ若いのか世間一般には若いか。です。阪神勝ったやって。やってたんや試合。どことどこなんや。強いですか阪神は。こんばんはです。中学1年生で入ってるけど、多分オーディションしてる頃は小学校でしたね。オーディション小学校6年生とか、あの書類とか送ってるのは、で合格したのが中学。11か。おめでたい。お、花見ありがとうございます。すごい草いっぱいになってる草いっぱいや、ありがとうございます。まあそうね、
分小学校の時に書類を送ってるはず。うん、まあそうですよね。だって6月5日にお披露目ってことはそれ以前に受かってるから、受かってレッスンとかなんだかんだしたりとか、オーディションとかあったらもう半年前ぐらいとかなのかな、忘れたけど。また花火すごいありがとうございます。めっちゃ花火が、今日までですもんね。だってこのイベント初日25位まで行ってたけど、早いよ。こんばんは。でもさ、ユーミンとかさ、ミーキとかさ、同期がさ、11年さ、続けてるっていうのはすごいなって思う、本当に。うん。頑張ってほしいですよね、なんか。100万さん、ありがとうございます。いっぱい投げてくださり。いろんな方向から飛んでくる。さっき左からやったのに、右からも来て。なんか腕が疲れそうですね。お、次左から来た面白い。お、ランクアップランクアップしてくれた、ありがとうございます。一日で追い上げれる。あ、坂っちさんもありがとうございます。こんばんは。お、100個、ありがとうございます誰もお疲れ様です。100個、カツオさんもハートありがとうございます。お、止まった。なんで、なんかこの曲はさ、今すぐ旅行に出かけたくなる BGM らしいけど、そうなんやって感じ。あー、なるほどね。この BGM のなんか曲名はハワイやってハワイらしい。この曲はぽくないけど、でも日本の人ってさ、日本の方ってさ、日本人ってハワイ好きな人多いですよね。なんかめっちゃ、うん、そういうイメージがある。ハワイマニアが多いイメージで、なんかハワイ行かれない、行けないみたいな、まあ、こういう、ね、コロナ禍の時とかさ、今はだいぶね、今年のゴールデンウィークとか行く人とかもいたみたいですし、あれだけど、
そういう方はなんかハワイ好きな人って結構湘南とか沖縄も好きなイメージ、そういう海みたいな。だからさ、ハワイ好きな人ってちょっと見たらわかるっていうかさ、なんかハワイ好きって言われたら、あー確かにハワイ好きそうみたいな感じに見える。カナダにハワイ、お前なハワイ、ハワイもね行きたいな。行ったことないハワイは。ハワイ、憧れのハワイ、なんて書いてんの、コーロなんて曲が昔からあるぐらいだからね。ハワイね、行ってみたいですよね。やっぱなんか他の海外に比べたらまあまあ近いじゃないですか。まだアメリカとか行くよりもさ近いしね。日本人の人もまあ今はね少ないかもしれんけどさ、まあまあ向こうに住んでるさ日本人の人もさいるしさ、なんかアメリカにしてはさなんか治安も良さそうやし、まだただ今は物価が高いっていう。シンガポール、シンガポール、あ行ったことあります。確かにまだ一回行きたいかも。皆さんが行ってみたい国はありますか？今旅行のさ、旅行に行きたくなる BGM が流れてるんで。あ、ダークネスさんもありがとうございます。今日はグリーンがいっぱいや。私の服もグリーンやし、ちょっとなんか映像ではなんかたまたまグリーンやった、そういえば。笑った。マリーズベイサンズ、サンズ？マリーズベイ、ベイサンズ、グアム。グアムも行ったことある。グアムの方が近いね、日本からハワイより。国内で十分。海外怖い、ね、日本よりも治安のいいところってなかなかないもんね、本当にね。すごいよな日本って。そう思ったらまあまあ、だからといってさ、安全やからといってね、あんまり油断するのもさ、危険やけど。まあでも、このスタンスでさ、この日本の安全な感じのスタンスでさ、海外行ったらちょっと危ないもん。よく言うじゃないですか、席さ、取っとくときに、
カバン置いたらもうダメみたいなさ、まあ、日本でもしないけど正直、まあ、置いとくならさ、例えばなんか全然盗まれてもいいようなハンカチとかさ日傘とかさになるけど、国内旅行もまあまあいいですよね。美味しいもの美味しい、だってベトナム、マレーシア、東南アジア系、ベトナムね、行ってみたい。ベトナム、東南アジア系やったら、そうやな、あとバリも行きたい。マリーナ。飛行機ね、確かにだってさ、まあ、近かったらいいですよ。例えば韓国とかやったら本当にさ近いし、なんなら沖縄行くよりも行くのと変わらんぐらいですね。とか本当すぐ東京行くより近いみたいな感じやから、全然楽やけど、もっと遠いところとかさなるとね、ちょっと準備があるもんね。どんどんもう国内の方がもう楽やし、まあまあゆっくりできるしみたいな、まあ、確かにそうなるのかな、やっぱり。イタリアで財布すられたやって、カバンに入れててスッて取られるみたいな。もうさ前で持っとかないといけないですよね、やっぱそういう衛生。確か日本はさ、もう安全でさ、綺麗でっていうさ、もうね、パーフェクトですよね。カナダなし、うん、そうやな。旅行では、まあカナダ、まあまあまあ、また行きたいけど。また行きたいけど。ね、韓国ね、行けるっぽいですよね。なんかビザ申請がめっちゃ並んでるみたいな、ネットニュースで見た。ビザいるんやと思って、コロナ禍になってさ必要になったんですかね。こんばんは。あーでもめちゃくちゃわかる、外国人として日本旅行してみたい。それ本当にわかるね。なんか感覚がやっぱさ、まあ、それは全然違うじゃないですか。違う国に生まれ育って、で日本っていうところに旅行しに来るってさ、どう思うんでしょうね、日本のこと。それはめちゃくちゃ思うかも。あ、イベント終了まであと30分やって。あ、そっか。59分までなんか、このイベントって。そうか。忘れてた。なんか、12時、日付変わるまで、イベントやってるっていうなんか、イメージがあるからさ、こういう配信系のイベントって。ショールームって結構短いんですよね。短いっていうかさ、時間がさ、ちゃんとさ、なんか10時まで。10時以内みたいな、9
9時以内に終わるみたいな、なんかちゃんとしてますよね。ちゃんとして言ってておかしいか。早いですよね。SNS にね、アップしないといけないですね。しますね、アップまた。行くときがあれば。こんばんは。あ、アイスが来た。ラクバンチさんもありがとうございます。ひろまちさんもありがとうございます。アイス、サーティワンとか行きたいな、久しぶりに。なんかさ、昔にさ、ミニストップのアイスクリーム食べたことあるんですよ。それ結構美味しくてさ、そう、あ、ミニストップってさ、なんかアイス美味しいんやと思って。でもあんまりなんかない、なんかあんまり見かけない、ミニストップって。昨日ほとんど参加できずすいませんやって。いやいやいや、お仕事とかね、まあいろいろあるじゃないですかって。あ、チャイ、え、どうでした、美味しいですか、チャイ。まだ飲みかけたことないんやけど、コンビニ限定とか。あ、ハロハロ、なんかよくさ、なんかポスターにあるイメージ、私なんか、うん、その時私が昔食べた時もなんかハロハロもあって、どっちにするかそう迷った記憶がある。なんかパフェみたいなやつですよね。気になるハーゲンダッツのチャイ。あ、またアイス。こうなんかさ、しれっとアイス投げるの面白い、ね。ひろまちさんありがとうございます。しれっと3つもアイス投げてくれてる。トリプルでいきますか。でもさ、コーンでトリプルってやばくない？絶対落ちるよね。なんかナッツとか崩れてきそう。あ、2000。もうなんかこっちからもこっちからもいっぱい草、ありがとうございます。今日はグリーンの服着てるし、私も星もありがとうございます。投げてください。ハロハロっていう名前のカフェみたいな感じのやつがあるんですよ、ミニストップに。今もあるんですね、じゃあ。ハーゲンダッツの美味しいんや。気になる。そう、草がこれ、ドレスコード。今日で終了やし、あと30分でイベント。だから、お前でも画面上やったらなんか、ちょっと違うように見えるけど、グリーン着てる。ドレスコード。あ、
学パンデさんまたまたありがとうございます。ハロー、花火ありがとうございます。あ、フルーツも一緒になってるんよあれって、知らんかった。あ、ひろまつさんもアイスありがとうございます。さかちさんありがとうございます。なんか昔、前にあの大阪にアイスクリーム専門店みたいなのがあって、なんかそこ行ったんですよ夏に。でちょっとなんか映え系な感じのところで、たまたま別になんかそこをめがけて行ったわけじゃなくて、たまたまなんか普通にショッピングしてて、で前通ったらなんか、え、アイス屋さんあるみたいな感じで見たら、なんかめちゃくちゃ美味しそうで、で行ってみた。ソフトクリームのお店なんですけど、なんかちょっとカスタマイズできるみたいな、自分の好きなように。でなんかカスタマイズして食べ、なんかちょっと写真撮ってみたいな、一人ですよでなんか店内でも食べれたんで、店内で食べてたんですけど、周りはやっぱなんか写真撮ってる女の子たちの2人組とかばっかりで、一人でなんかそういう映え系のアイス食べるのめっちゃ恥ずかしかったなんで入ったんやって感じやねんけど。あ、くやたかさんもありがとうございます。ひろまつさんもアイスありがとうございます。なんかね、ソフトクリームのあのなんて言ったらいいの、味もまあ自分で選べる、なんか バニラとか、なんかヘーゼルナッツとか、なんかそういういろんなフレーバーがあって、でプラスなんかコーンとかもちょっとこう可愛くデコレーションされてるな、コーンっていうのと なんかコーンにもなんか種類があって、であとなんかそのソフトクリームになんかなんて言ったらいいの、なんかお菓子を、ちょっとお菓子っていうの、なんかチョコスプレーみたいなのとか、なんかいろいろなんかデコレーションできるみたいな、カスタマイズできるみたいなプラスで、まあ、全然何もせずシンプルなんでもいいんですけどっていうところに行ったんですけど、ヘーゼルナッツが美味しかった普通に。あ、くやたかさん、ひろまつさんありがとうございます。ジェラートとかも美味しいですよね。めっちゃ濃いジェラートのお店とか、それも大阪やけど行って、なんか普段あんまり何コーン選ばないけど、なんか美味しそうな時はコーンがコーンにしたりして、普段はカップの方がいいんで私は。ひろまつさん、ガクパンチさんもありがとうございます。美味しかった。チョコレートとあと2種類頼んだ。ラムレーズンやったかな。なんかピスタチオとかあったら頼んじゃう絶対。ピスタチオ味となんかそういうナッツ系のフレーバーとかあったら頼んじゃいますね。
なんか春じゃないな2月とかさ3月ぐらいとかなんかピスタチオのさフレーバーのなんか食べ物多くなるイメージだけど美味しいですよね。なんかそれこそなんかバビっていうイタリアのなんかお菓子屋さんみたいなあるんですよ。でそこのあのウエハースみたいななんかお菓子があってなんかそれも美味しいんですけど、そのバビっていうところのところがなんか出してる違うなんていうのセカンドラインみたいな。でそのバビはなんかピスタチオペーストがすごい、ピスタチオが有名らしくって、なんか製菓材料とかでもよく使われるらしいんですよ、そこのバビの。でそこが出したピスタチオのなんか専門店みたいながあって、でそこであのピスタチオのフィナンシェを買ったんですけど、めっちゃ美味しかった、本当に。そうバービー BABBI 美味しい。なんかあとパッケージもめっちゃ可愛くて、なんかちょっと、ディズニーっぽい感じすごい可愛かった。遊びに来たよありがとうございます。ガクパンチさんありがとうございます。美味しかったです、ピスタチオのフィナンシェ。あ、そうそう、京都にもねそのバビのアイス屋さん、ジェラート屋さんある。でピスタチオはまたどこやったっけ、東京と福岡になんかその常設してる店舗があった気がする。確か福岡やった気がする。そう、また別のセカンドラインのお店、ピスタチオのお菓子だけを扱った専門店みたいながあるんですよ。フィナンシェ結構美味しかった。な、思った、私も話しててめっちゃ緑やみたいそれは思ったわ。ありがとうございます大草ありがとうございます今思ったらめっちゃ冗談がウサギばっかり持ってる。ありがとうございます。あ、またまた色松さん。
ありがとうございます。大草グリーンデイ、グリーンデイ何ですか、誰の曲やろ、聞いたら分かるかもしれない。星もありがとうございます。あ、広松さんまたまたありがとうございます。バンド名あんまりバンドって詳しくないかも。グリーンデイはバスケットケースが好きだって聞いたらわかるかも。なんか一番有名な曲とか。これはなんか著作権フリーっぽい曲じゃないですよね。なんか BGM じゃないからかな。なんかどっかで聞いたことあるような曲ないけど、ありそう。あ、ヒカルさんもありがとうございます。くそ、お、ランクアップ、ありがとうございます。センスクリーンアップ、あ、知ってるそれは知ってる。いい曲多いですよね。こんばんは。今日は日曜日やからサザエサンデーですね見れないけど。昔はよくじゃんけんしてたな。最後にあるじゃないですか。My baby is always late. I
配信終わりにねやってましたよね、あの前のやつで。昔は火曜日にもサザエさんと、週に2回してたってことですか。すごい、火曜日なんか全然イメージないですよね。火曜か、じゃあちびまる子ちゃんも火曜日やってた。どういうこと、日曜日と火曜日でお隣さんが違うなんで日曜日と火曜日はチャンネルが違ってたと思う。チャンネルが違ってた。じゃあ例えば日曜日は6チャンネルでしてて火曜日は10チャンネルでしてるみたいな感じってこと。そうなんや。星も皆さんありがとうございます。そんな2回もしてるなんて。東京ローカル、関東と関西でやってた日にちは違うってことですか。じゃなくて関西ではあの火曜日にしたけど関東では日曜日にしてたとかそういう感じ。ひかるさんハートありがとうございます。同じ内容のやつが2回してるわけじゃなくてさ、また違う別の内容とかあったらすごい1週間にめっちゃ見れるやん、サザエさん。いつの間にか週1になったんですね。まる子ちゃんはずっと週一。100個ありがとうございます、ハート。ネタ切れやばそう、すごいな。知ってる人少ないとかそんなわけはないか。そうなんや。まあなんかしれっと週1になったのかな。なんかドラえもんとかもそうじゃないですか、しれっとさ土曜日に変わってたし、気づいたら土曜日に変わってた。ねえ、こんばんは。そうなんや。でも週に2回してたってあんまり有名な話じゃないですよね。なんかの同い年とか同世代とかさ知る人少なそう。ガクパンチさんありがとうございます。こんばんは。
has been the same. There's no time for regrets, but I remember how I slept in your chest. I want to forget it, take a breath and leave you away, away. But it's not that easy, cause you make me miss you again. うん、昔ドラえもんは平日19時前に1話単回やってたし、1話19時前に、どういうこと先週のなんか話を簡潔にしたバージョンみたいな。サザエさんどうあるんですか。あと3分だ。 3 minutes 明日クレヨンしんちゃんとまる子ちゃん、お前何そしますか。でも1日でめっちゃ上がった、めっちゃ、結構上がりました。10ぐらい上がった。あ、ラクパンチさんもありがとうございます。あれはいけないな、じゃあ。あの、第2弾のアバター。え、これもアバターついてましたよね。あ、ヒカルさんもありがとうございます。次もしアバターゲットできたらクマもともとなんか、そう、今このアバターあるんですけど、先月のイベントでそうアバター券みたいなゲットして書いたんですけど、なんか最初はな、配信中になんか3つ動物書いてどれがいいかみたいな投票して、で最初クマにしようと思ってて、その次なんかひよこみたいな、で最後に、あ、ウサギどうだろうみたいな、ってウサギ書いたんですよ。で投票のボタンを押したんですよ、投票できるからさ。そしたらまさかの一番最後に、あ、ウサギにしよっかなみたいな、ウサギも書こうかなみたいな感じのノリで書いたウサギがまさかの1位っていうだから次はクマかな。でも顔一緒になりそう、このウサギと自分のさ、絵のそういうセンスの問題で、絵のボキャブラリーがあんまないから、ボキャブラリーって言わへんか。あ、使ってますよ。あ、イベント終了した。いっぱい皆さん草投げてくれてありがとうございますありがとうございました。
お疲れ様です。ベント終了、お疲れ様です。まあでも結構アバターのやつってさ、なんかどれにもついてますよね、ゲット券みたいな。またなんかいいのがあれば。6月がちょっと今月がね、なんか後半ぐらい、後半半ばぐらいからちょっと時間帯がイレギュラーになりそうなんですよ。今ずっと9時でやってるんですけど、時間がまだ微妙、なんかその日によって、変わりそうな感じがします。そう、そうなんです。ちょっとねこの時間帯は厳しそうなんですよね。後半はまあ後半、そうね。ちょっと6月の予定がなんか微妙ね。7月はできるんですけど、6月がちょっと、7月は多分9時からできると思う。まあできればね、時間帯固定にしたいじゃないですか。あーね、ゲリラ配信になるかも、もしかしたら。毎日じゃなくていいのに続けてください。そうですね、続けます。できるときにやりますね。せっかくなんで見に来てくれる人もいるし、ショールームを始めたときは確かにその前使ってたアカウントやから、 NMB 時代にだから、そのまま登録フォローしてくださってた方とかね、やったら、まあ、通知いくかもしれんけど、そう、まさかそんな見に来てくれると思ってなかったからさ、アプリ違う、もともとアプリしてて、アプリで配信してて、で今こっちにショールームに先月から帰ったから、なんか全然1人とか2人ぐらいしか見に来てくれへんかったらどうしようって思ってたけど、まあまあよかったです。見に来てくれる人がさいたから、まあ配信しがいはありますよね。なんか2人とかだけやったらちょっとどうしようかなって思ったけど、そう、そうなんです、2人とかだけやったらちょっと続けるの厳しいかなと思ったけど、まあ確かに前のアカウント使ってるから、まあ、こっちで見てくれる人の方が
まあ多いかもしれないですよね。誰がか、確かに誰がカウントされてるんよ。だから2人やったら自分が持ってる全部のあのタブレットとかそういういろいろ駆使して一応見てくれてる人をちょっと増やすっていう、あの何人って表示されるところに一応入れとくっていう、自分で自作自演みたいな、自分で桜を用意するみたいな。自分で。で、自分でコメントを打って、ちょっと下向いてるときに。ね。今、今日夜ご飯何食べたのとか、自分でコメントして。で、あ、今日の夜ご飯は、みたいな。やばい、2人で会話ね、自分と架空の人と会話みたいな、怖い。そうなったらもう、はい、なんか配信してる意味ってなりますよ。やばいですね。まあ良かったです。結果良かったです。見に来てくれる人がいて、ね、良かった。ありがたいですね。朝だったら何時頃に配信？朝もしさ見れる人がいるって言ったらさ、何時ぐらいにやったら見れますか？朝やったら。多分そんな朝には配信しんと思うけど、うん、多分朝にはそんなしんひんと思うけど、まあそうですよね、朝はまあ見に来てくれる人は少ないか、まあそうなるよね。朝はやっぱそうですね。でも何回か朝の配信もしたことあるんですけど、何回かだけやけど、確かに在宅の方やったら、まあでも内容にもよりますよね。結構皆さん早起きなんで、まあまあでもそれはそうか、用意とかして食
ショートとかなったらまあそれ5時とか。聞いた理由がさ、なんか前になんか電車の中で朝ね、そうライブ配信見てる人がいたから、あ、なんか電車の中でもライブ配信見てる人いるんやと思ってさ、まあ夜が安定か。だってさ、なんかショールームはどうなんですかね、わかんないですけど、なんか3時とかからさ配信してる人もいるじゃないですか。3時と思って最初、まあ、3時はないないけどすごいですよね。まあそのなんていうのを私が思ったのは、3時とか4時とかそういう時間でもなんか見る人は見るんだなと思って、起きてる人いるんだなと思って。私はあんまそんな3時とかに起きてることないからさ、基本。そう、ああなるほどね、イベント上行くために短時間配信、ああそういう作戦もあるんですね。短時間配信を1日に何度もするみたいな。確かにいろんな作戦があるんですね。あーね、確かに夜仕事の方とか、いろんな方法があるんですね。そういうあの上位に行くためのイベントとか。夜中に目が覚めてショールームを見始めるときは、あーなんかふと目が覚めてみたいな。確かに、あ、15おめでとうございます。確かに。でもさ、なんか夜中にさ一回目が覚めて、で私もありますけど、なんていうの、目が覚めて全然眠たくないみたいな、もうすっきり目が覚めてしまったみたいな。あれ何なんですかね。なんかあれになるとなんかよし寝ようと思っても寝れないっていうか、なんかもう普通にもう目が覚めちゃってみたいな。だからそういう時に携帯をさするか迷うんですよ。そう、なんかやっぱ携帯触っちゃうともう寝れなくなっちゃうんですよね、本当に。
だから無理やりもう我慢して携帯を触らずに、もう無理やり寝るかでもまあ携帯暇やしなみたいな、もうこのまま起きよっかなみたいな、なんかよく寝たと思ったらさ、なんかまだ寝てから1時間ぐらいしか経ってないとかさありません？なんかたまにあれみたいな。まあ確かになんか外の感じ見る限り、まあまだ暗いし、まあ、嫌な予感はするなと思って、そう本当にスマホのあの光の効果なのか、そう眠気一気に飛ぶ。でそれで結局なんかもう寝れなさすぎて結局携帯しちゃってみたいな、で朝になってで、まあ、変な時間に寝るのも嫌なんで、もう起きるじゃないですか。そしたらもう夜めっちゃ眠たいみたいな、夜っていうかまあ日中めっちゃ眠たくなるみたいな。そうあ、お休みモードにしないといけない。え、それなんかさ前からさ思ってたんですよ、お休みモードってあれはどうなるんですか、あれをすると。ラジオ配信ね、やったことない。通知が来ないんですね。へえ。アラームは鳴るけどみたいな。あ、キーボード調子悪いですよって。あ、キーボードで打ってるんですね。パソコンとかで打ってるのかな。こんばんは。あ、2回連続でかけるとなる。あ、そうなんだ。そんな感じないんや。確かに、ラジオ配信したことはないけど、似顔絵をなんか前やってた配信アプリでなんか声だけ出してこの画面の裏にいる自分が、でここの画面には自分が描いた似顔絵を紙に貼って壁に配信するっていう、なんともシュールな配信をしてました。いろんな使い方があるのか、全然そう思ったら私は iPhone を使いこなせてないなって思いますねできてないわ。あ、初訪問ありがとうございます。こんばんは。他に何かあるのかな、いろいろと使い方。あ、でもなんかインスタに出てくる、
最近さ iPhone の裏技みたいな、使い方の裏技みたいなのとか、なんか前キーボードの使い方みたいな、 iPhone のなんか、あ、こんな風な使い方もできるのみたいなやり方、なんか何パターンか書いてあった。あ、キーボードじゃない、間違えた、電卓 iPhone の。なんかありますか、皆さんが使っててこれめっちゃ便利みたいな、おすすめみたいな、 iPhone でこの機能便利な、便利ですみたいな、やってるけど自分みたいな。メモとかもなんかありますよね、使い方。それもね、インスタで見たインスタ情報多いからさ、なんか見てでもなんかへーみたいな、こんなやり方あるんやみたいな、で終わっちゃうからダメなんですよ、実践しないから。なんだっけな、メモもねあったんですよ、忘れちゃった、保存しとけばよかったんやけど、保存もしてないし。そういう時ありません、インスタでなんか、え、これかわいいとか、なんか、あーなるほどみたいな、このためになるなんかことを書いてくれてる時とか、保存しとけばいいのに、そう、なんか保存するの忘れてて、自分が保存したの探しても、あー保存するの忘れてたみたいな、ちょいちょいある。配信のコメントよ、すごい PDF、 あ、なんかね、できますね、確かに。なんかスキャンの機能みたいな、なんかありません、ね、メモなんか結構いろいろとなんか使えるみたいな書いてた。自分が全然そういう、機能、まあ、一応メモも使ってるけど、そういう、まあ、便利な多分使い方じゃなく、まあ、普通になんかノーマルな使い方でしかそうやってなさすぎて、そうやな、自分もなんかやってるかな、やってない気がするまあ、マスクでも、まあ、アップデートしてから携帯マスクでも、あのフェイス顔認証、フェイス ID 通るのはすごい便利やなと思うけど、なんかあと見たのが Google マップとかで、なんかオフラインでもなんかオンラインの時に Wi-Fi とかつないでる時に、インターネット環境がある時に、なんかその今いる位置情報と行きたい場所かなんかをなんか保存かなんかしといたら、オフラインでも Google マップが使えるみたいなっていうのはなんか見た前に、え、そんな方法があるんやみたいな。そんなことになるときはないけど、あんまり。でもほら、なんか電波悪いとかさ、そんなもんもないかなかなかないか。でもそうだから、例えば
そういう電波が急にないところに行くとか、そういう時には、まあ、一応そういうことしたら、まあ、もしもの時に便利だなと思った。あんまりギガを使いたくない時とか、なんか Google マップもいろいろ使い方あるじゃないですか。だからさ、自分のさお気に入りのさ場所とかさ、なんか行ってみたい場所とかいろいろさ、なんかピンを立てれるじゃないですか。行ったことのある場所とか、あれいいよね。だから今までさ、例えば自分が行ったことのあるお店とかさ、なんかそういうの最近までやってなくて、最近ちょっとなんか行ってみたいところとかピン立ててみたいなやってみるんですけど、逆に行ったことのあるところとかやったらすごいことになりそうやなと思った山根、ね、面白い人つけてる。ああ、 Google マップのね、なんか見れるやつ、なんていうの、ストリートビューみたいな、人映ってますよね、あれどのタイミングでさ撮ったやつなのかなってめっちゃ思うんですけど、あれ見てみたい。ブックマークだっけ、確かに私もわかる、増えるよねそれ、やそれやり始めたら。でもなんか色、あれ色変えれるのかな、なんか私全部さ行ってみたいところみたいな一緒の色やからさ、なんか物によってさ、なんか変えたらいいのになみたいな、色となんていうのさ、アイコンみたいなの変えたら一番良さそう。服やったら服とかさ、なんか食べ物やったら、例えばカフェやったらコーヒーのマークみたいなのとかできたらいいのに。あ、新幹線の中で見てるからギガ、あー確かにこの配信、やっぱこういうライブ配信系のアプリってギガめっちゃね、 Wi-Fi ないと。あれ新幹線って Wi-Fi なかったでしたっけ、ないっけ。あれすごいよな、あの人が映ってるの。どのタイミングで撮ってるやつなんやろ、誰かが勝手に撮ったやつを見せてるってわけでもないですよね、きっと。そういうどうなの、面白い。モンスターエンジンの西森さん、自分と自分の車をストリートビューに映してたって待ってめっちゃ面白いんやけど、それやば、どのタイミングで撮られたん。指示したら消してくれるんや、めっちゃ面白いやん。あ、防犯カメラとかそういう映像を使ってるのかな、違うか。え、Google マップは車の屋根にカメラつけて撮ってる。へえ。じゃあそういう車のん？車
車の上に車の屋根にカメラついてるの見たら、ああれ Google マップ用のやつかなみたいなって思えばいいってこと？へえー。なんか Google Earth とか見るのも好き、楽しいですよね。一時期ハマってた見るの。1年に何回か、あ、1、2回、え、1年に1、2回 Google の家の前に車来てるの見かけるよ。え、そんなレアなことがあるんですか。で、結構じゃあ最新バージョンをアップデートしてるんですね。あんまり古い情報ではなくて、結構あれってじゃあまあ性格っていうか、まあここ 1,2 年の映像みたいな感じなんや。でも確かにそうですよね。 1,2 年でさ、街って変わりますもんね。潰れるお店もあれば新しくオープンするお店もあるし、道路だってね、綺麗になって道が広がったりとかするし。便利ですね、そう思ったら。歩いて撮影してる人に出会って言われて、あ、へえ、撮影中ってベスト着てた。あ、やっぱそうなんや。じゃあもしそういう人を歩いて撮影中とか帰ってる人となんかすれ違ったら、すれ違ってもしなんか映り込んだら、じゃあ私もいるかもしれないってこと。こんなところに私いるみたいな感じになるんや。むしろもうすでにどっかにいるかもしれへんもんな。どの年の写真にするか画面で選べる。そうなんや、知らんかった。やば、便利な機能ですね。私は今までまだ出会ったことないです。その車の屋根にさカメラつけてる人とか、そう撮影中ですみたいな、そんなベスト着てる人とかない気がする。もしかしたらどっかでやってるかもしれんけど、まあでも、ね、でもさ、なんか Google マップでさ、その位置情報ってか、なんていうの、行き道をさ、今自分がいるところで次行きたいところみたいな、それの道案内してもらうときさ、なんか、え、こんな道通っていくみたいなときありません？こんな細いところ通ってて大丈夫みたいな、次を右へ曲がってくださいみたいなって言われて、右に曲がったけど、え、これ通れるみたいなときもある。便利やけど、そうそうそう、ナビね。なんかビルとかの上とかが
目的地あった時なんかどうやって回っていくみたいな時もありますよね。なんか本当は後ろこう Google マップの後ろ側が入り口やけど Google マップは逆側をなんか行きなさいみたいなめっちゃ言ってくるけど、こっちに入り口なくないみたいなっていう時もある。なんか入り組んだ場所とかにあるお店とかやったらなんかごちゃごちゃしてるところみたいな。もう確かに無料でさそういうのしてるから、まあ、ありがたいよな。そう有料だったら大変や。じゃあ今日はそろそろじゃあ今日は Google マップのトークで締めようかなと思います。もう10時半にもなっちゃったし。それでは今日の順位を発表したいと思います。まず第13位が手巻き寿司屋さん第12位がダークネスさん、第11位がユージさん、第10位がおかしらさん、第9位がホリッチさん、第8位がピョンさん、第7位がカツオさん、第6位がヒカルさん、第5位がイスイさん、第4位がサカッチさん、第2位がヒロマツさん、ん？ちゃうちゃうちゃう、第3位がヒロマツ、なんかどっかでずれたな第3位がヒロマツさん、第2位がガクパンチさん、そして第1位がクヤタカさんでした。おめでとうございます。そして皆さん今日も見に来てくださりありがとうございました。明日も21時から配信しようと思うのでお時間ある方お待ちしております。明日からまた1週間皆さんお仕事や学校なりいろいろ頑張りましょう。では皆さんいい夢見てください。イベントお疲れ様でした。ありがとうございました。バイバーイ。